はい。前回ね、これ、ケルン探索。イニファスの巻物を見せたら、なんだっけ、アカラに見せたら、ケルンの輪に行けって言われました。はい。で、石に触れて明るいポータル、赤いポータルに入れ。だそうです。行ってみます。はい、岩の原の、ケルン。やべ。今の敵やばかった。死んだのかな。あ、いた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 。死んだ死んだ。I can't carry anymore. I am overburdened.もうアイテム持てない。右クリックで読む。ここ何？あ、なんか出た、なんか出た。厄介ポータルに入れ。これ何？これ。これ関係ないの？じゃあ行こっか。ウェンディ行くよ。トリストラム。この町もディアブロにはかなわなかったのね。町なんだ。モンスターいないよ。クエストログ。ケインを探して救出せよ。ケインどこ？モンスターいないんだけど。わあ、ブクが立ってる。キモい。あ、いたいた、敵いた、敵いた。I can't carry anymore.こいつ強そう。殺そう。I am overburdened. ケインどこ？これさ。多分強いんだろうけど、あれだね。塔の伯爵夫人とか、伯爵夫人のいるめっちゃ強い塔をかいくぐってきた私にとってはそんな大したことないっぽい。ていうかアイテム取れないのが辛い。足元が赤いんだけど、どういうこと？こいつレア個体っぽいから殺しとこうか、先に。
マナが足りない。社会復。死ね死ね、よし、バックラー、文字が色が違う。ぜひ取っておきたい。よし、倒してからにしようか。倒した？角のあるやつ倒してからにしよう。あ、いた。で、取りに行こう。バックラー、文字の色が違う。多分強い武器だと思う。で、バックラーを、よし。え、ソケットがついてるってだけ？防御力4。あ、じゃあいらない。ケビンだっけ、探そう。なんかある。 S3 だって。あ、ここが入り口か。これなんだろう。これポータル？拾う。何これ、たらい？ケインの拷問台。デカード・ケイン、ゲット・ザ・ローグ・キャンプ。あ、ケイン帰ってった。ローグ族のキャンプのケインとアカラを訪ねよう。だってさ、なんか拾おっか。うん、じゃあ行こっか。帰ろう。クエスト終わったみたいです。帰ります。ケイン、私たちもあのワープで連れてってくれたらいいのにね。
よし。ウロをまず。What can I do for you? これ、バックラー。は22円だって。しょぼ。5000円。3602円。こっちの方がダメージ多いんだけど。こっちの悪液のガジェルの方が運命高いんだ。あ、ライフを一撃ごとに 5% 奪うからか。まあいいや。じゃあ赤らんとこ行こう。だから赤らだよね。次に行くの。ケインと赤らを訪ねよう。わかった。赤ら。赤ら。ありがとう。ケインを救ってくれたのですね。彼の話をよくお聞きなさい。わかった。ケイン真ん中だ。感謝の印にいつでもアイテムを鑑定してやろう。金などいらんよ。え、マジで？嬉しい。残念ながらトリストラムの悲劇を防ぐことはできず、最も恐れていた事態が起こってしまった。恐怖の方、ディアブロが再び地上に解き放たれたのだ。倒せばいいの？知っての通り、ディアブロは先日トリストラムの地下で倒された。なんだ、倒されたんだ。勇者の勝利を知った我々は街中を挙げて何日も祝宴を開いた。だがそのうち勇者は人を遠ざけ、暗い部屋で塞ぎ込むことが多くなった。わしはてっきり悪夢のような戦いの記憶に苦しんでいるのだろうと思った。鬱になっちゃったの？彼の具合は次第に悪くなり、夜中にうなされるようになった。東とか、なんとか叫んで、飛び起きることもあった。ある日勇者は消え、そのすぐ後、町は魔物の軍に襲われた。住民のほとんどは殺され、私は牢に投げ込まれた。飢え死にさせる気だったのだ。あ、お腹空いてたんだ、ケイン。修道院が陥落する前に現れた黒衣の放浪者というのは、トリストラムの勇者の慣れの果てだろう。あ、勇者闇落ちしたんだ。あまり考えたくはないが、ディアブロが勇者の体を奪って蘇ったのかもしれん。だとすれば奴は今までになく強大だぞ。あ、じゃあ勇者倒すの？勇者倒しに行くの、私たち。敵を倒さねば、この世は終わりだ。へえ。じゃあ私たちはこれから元勇者だったんだけど今闇落ちしちゃった人を倒しに行けばいいのかな。倒した魔物が見慣れる品を持っていることもあろう。役に立つ品も多いが危険もあるぞ。鑑定してやるからまずは死に見せよ。ありがとう。何商売道具って、なかなか見つからんようだな。弊社の方をよく探すのだ。教団の火事場はすぐそこにあったそうだぞ。あ、あれか、ケルシっていう鍛冶屋が探してる、なんだっけ、鍛冶道具の場所ね。はい、わかった。よし、じゃあ今日これくらいで終わりにします。で、次私たちがやるのはなんだろう。シェルシのクエストかな？商売道具。修道院内部を探索し、弊社に入ってホラドリック・マリスを取れ。多分これだと思う。はい、じゃあ今日はこれくらいで終わりにします。